どうも、おはこやと米ぬかです。水で増える園芸の土に水をかけたら本当に増えて、まあ野菜を育てることになった私ですけれども、今回は雑草を抜いていきたいと思います。見てわかる通りすごく荒れ果てていますね。すいません、今日の収録はちょっとテンションが低い鬱状態です。皆さんは雑草視点で今日は楽しんでください。今日の軍手はダイソーのもので300円で買えます。この後の話を先に言ってしまうと、水で濡れてしまったり、ちょっと土が入ってきちゃったりと結構大変だったので、まあ本格的な作業をしたい方はもっと本格的な軍手をつけることをお勧めいたします。カサカサと音が鳴っていますが、本当に葉っぱ硬くて強固ですね。本当に攻撃力防御力ともに高いものが荒れて荒れた地に今生えておりまして、本当に腕まくりしてるのは白い服着ちゃったから腕まくりしてるんですけど、本来であればもっとグローブとかちゃんとしたものをつけたり、腕にこうカバーをつけたりとかしないといけません。今日の服はユニクロコーデで、白い服、スキニージーンズ、しかも靴はブーツとなっております。ブーツでしゃがむって本当に体に悪いので、みんなはちゃんとした靴でやってください。ただブーツいいところがあって、足首が出ないんですよ。でそれに守られて怪我しなかったんですけど、まあ、今日は軍手がねちょっと相性悪かったんで手怪我したので、ちょっと料理動画今できないかなぐらい、ちょっと腫れたりとか傷口が見えてます。もうちょい料理動画出すのを待っててください。ちょっと生傷に土が入ってるの見えちゃってますけど、この今触ってる葉っぱ食べれるやつなのかを皆さんに聞きたいです。このシーンなんですけど、人が来たのでこれ雑草食べれますかって聞いてます。食べようとしてるのがバレてますね。良くないですよ。伸びるだったらいいんですけど、まあなんかニラっぽい匂いがする気もするし、しない気もするんですよね。ちょっと置いときたいと思います。最終的にはこんな感じになりました。まだちらほら雑草があるんですけど、土もモリモリなんですよね。ここ横のお家見たらこういうのがなかったんで、全部取り除きたいなと思うんですけど、まあ一応今そういう力がないのでこんな感じで収めておきたいと思います。いやー大変だったな、これだけやるの。グローブつけてるのにすごい手痛くなるんですよね。ちょっとモザイクかけときます。これはちょっとあまりにもひどくて。でここの手前の土なんですけど、雑草の他にですね、ゴミや他に土も結構盛られちゃってて、どっから来たのかなって感じなんですけど、本当にモコっと土とかもいろいろあるんで、本当にちょっと除去した後の土の処理も困るような感じなんですよね。プランターに入れとくとこの雑草が伸びちゃわないか心配なんで、まあどうやって捨てるかは後で決めたいと思います。一旦庭があるんで庭に置いとこうと思います。雑草の除去、本当に土に根が張りまくってる状態で土ごと取れてしまうっていう感じなんですよね。これは前の住人本当に庭何もしてない可能性が出てきましたね。雑草を引っこ抜いているとですね、時たままだ青いクローバーのようなクローバー亜種みたいなのが出てくるんですよ。これをね、まあ植えといたんですね。そしたら枯れちゃって、もしかしたら移植を嫌う種類だったかもしれないです。まあ、特に雑草だったと思ってるんで水をあげてません。それで枯れちゃったかな、どうなんですかね。今度は組み立てとかそういうの一切苦手な私がコンポスターの組み立てをしていきたいと思います。いやーちょっとね、70キロ以上ある体が本当にもう雑草抜いた後だと重たくて手際が悪い。Amazon で買える無骨なコンポスターを買いました。生ゴミをポンポン入れるっていうのがちょっとね、大根の皮とかも私が食べる関係でそんなあんまチャンスないと思うんですけど、雑草の量が庭にありすぎてこういうのボンボン入れときたいなと思いましてですね、買っちゃいました。こういうのは形から入った方が行動を起こすかなみたいな、そういうタイプですね。説明書見ても全く分かってないみたいです。もうすごいよね、6面ぐらいを合わせるだけでできるコンポスター、なんなら5面かな、5面すらも組み立てれないこの頭、これでも高卒やらせてもろてます。よろしくお願いします。時間は飛びまして10分後、本当にほらブーツでやってら農作業、本当はねちゃんとした靴でやった方がいいんですよ。でもう日が傾いてるのが分かりますね。いやー時間がかかりすぎなんじゃないか。
ちなみに左下に映ってるなんか、ぐちょっとした何か棒とかは前の住人が置いてったものですね。炭とかも含まれてて、なんかバーベキューやったような跡はあるんですけど、支柱とか折れたものはもういらないんで、それは業者に持ってってもらいました。邪魔なんで、ここからは新しいものを買います。ここからはですね、ちょっとレビュー入るんですけど、Amazon で2000円ぐらいで売ってる折りたためるシャベル、スコップかな、買ってみたんです。コンパクトだしいいかなって思って、でもまあやろうとしてるのがすっごい根を張った土から雑草を掘り起こすっていうことなんで、まあ結局これ一日で折れちゃいましたけど、ちょっと横にノコギリみたいなのがついてる関係で、でかい木とかを枝を切るのにはとっても便利でした。この後の私は本当にこれ買ったことを後悔するわけですけど、すぐね首元が折れちゃったんですよね。残念残念。じゃあ実際に使ってるところをお見せいたしましょう。こうやってね体重をかけて土にめり込ませようとしてるんですけど、まあ全然ほらもう折れた、もう初手でダメでした。何も入っていかないんですよね。それぐらいまあ土が硬いっていうのが、根っこが張りすぎててもうスコップが入っていかないんですよね。機械を要するレベルだったんだと思います。でもね、これ自体は軽い園芸には向いてるスコップだったと思うので、なんかレビューの評価としては 3.5 ぐらいですかね。ちょっとこの庭に合わなかっただけと信じておきたい。デザインすごくかっこいいし、私こういうなんか一本で何でも使えるみたいなの大好きなんですよ。で、買っちゃったってわけ。ねえ、ちょっとね、入ってかないっすね。で、本当にブーツでやってら、脱げよブーツ。しかもね、このブーツ島村で買ったのと GU で買ったのと家に2足あるんすよね。1回ブーツ買ったこと忘れちゃったんだ。ほら病気だからよ許してくれ。医者のお墨付きのやつだから。で、まあちょっとこれ取り出していくんですけど、シャベルねえ、こっちだったら行くだろうと、ちっちゃいし硬いかなって思って、はい、折れましたねなんかもう土がダメ、土と葉っぱがちょっと防御力高かったっていう感じで、先代のシャベルはもうバキバキです。なんか置いてあったやつですけど、ちょっと使ったらダメになっちゃいました。こりゃスコップ評価4にした方がいいかな。スコップやシャベルが悪いんじゃないんですよ。私の使い方と強固な土草が悪いと思います。で、お家の中の状況なんですけど、いろいろ植えてみました。ローズマリーも買ってみました。で、種が育つかなーって待ってるんですけど、今はもうこんな感じですね。すっごい伸びてます。で、いろいろ土も加えたり肥料を加えたりお水やったりとかしてるので、夏頃の収穫にはまあ間に合っていろいろ食べれるんじゃないかなって感じ。バジルだけちょっと芽も出ないんで辛いんですけど、まあ見守っていきましょう。というわけで、まあ進捗の方は終わりたいと思います。この葉っぱが食べれるよっていう人はグッドボタンを押してくれれば嬉しいです。食べちゃうかもしれません。有毒だったら本当にお前らのせいだからな。でもグッドボタン押す分には誰が押したかわからないと思うんで、まあ、ちょっと気軽に押してくれると嬉しいです。じゃあまたねー。